にやっぱり一緒に触れ合っている時はすごく楽しそうにしてくれてて良かったとは思いますけど、頑張れって頑張ってねって言った時に福島の子から直接頑張りたいけどなんか外で思いっきり遊べんのよねみたいなのを聞いた時にやっぱりすごい痛感したっていうか、まだまだね、その子たちに十分なことしてあげられてないなっていうのが非常に感じたことだったし、まあ、これからやっぱりそういう子どもたちが伸び伸びできる環境っていうのを少しでもみんなでやっぱりアイデア出し合ってうまくやっていけたらなっていうのは今回思ったことです。子どもは遊ぶために生きてるようなもんだと思うし、まあ、そういう限られた環境の中かもしれないけど、その中でやっぱり自分らで何かちょっとしたことでもどんどん遊んでいけるのが子どものいいとこなんで、まあ、楽しさとかそういうのをずっと忘れずに、まあ、のびのび笑って、まあ、大変なこともあるでしょうけど笑って過ごしていってほしいです。